どうも、どうも、かままいたたちちでです。どうしたい？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 リモートのズレあるからオープニングむずいな。一個ずれてるな。いやいや、一個ずれてるのは俺のせいじゃなくて、リモートでやってるからそうなるわけや。お前自身がもうずれてるわ。今日やめよう、もう。こんな感じで。ずれずれや。やめよう。俺もずれてるかもしれんけど、お前もだいぶずれてるとこあるで。だってお前相席食堂の時めちゃくちゃ滑ってたから。もう言うなよ。あれだいぶずれてたで。二度と出んから、何の番組。いや、じゃあお前がしくじっただけでしょ。今日はですね、リモート黒ひげ危機一髪です。おお、リモートで今僕と山内とで作家の森下を今このズームでつないでおります。森下が大打ちですね。なるほど。代わりに剣をさせてくれる人、はいはい、で僕らがこの穴この穴って指示していって、遠隔でも黒ひげ危機一髪をやってみようじゃないかということですね。なるほどね。かけたら罰ゲームあります。おペヤングの極激辛ですかね。出た。食べることになっております。きついやつやん。これ相当きついらしいね、ほんまに。これ怖いわ。さあやっていきますか。早速、はい、行きましょう。森下、はい、よろしくお願いします。その黒ひげ危機一髪本物か。なんか狐が化けてる黒ひげ危機一髪の、それ尻尾出てるけど。あ、これは尻尾出てんねん。黒、あ、すいません。いや、これあれです、あの僕の部屋の壁に貼ってあるなんか奥さんの趣味です、すいません。大丈夫それ、なんか検査した瞬間に黒ひげが葉っぱになって消えたりせんか。あと、もうちょっと明るくできる部屋、反対側に立ってもらったらもうちょい明るくなるんじゃ。黒ひげをもうちょっとさ、窓側の方に寄せて、カメラもそっちにグッと向けてもらったら明るくなるんじゃ。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。ほんでターン切っといた方がいいんじゃ。ターン ターン切んなよ、 YouTube の時に。だいぶ見やすくなった、うん、なんでさ、結構動かしたのに尻尾感は残るの。後ろのそれも動いた。いや、動いてないです。固定したままです。いや、だって今かなり動かしたのに、はい、同じ位置に、うん、ちょっと山内さん、イヤホンだけ、はい、ちょっとしてもらっていいですか。嫌やね、イヤホン。イヤホンの嫌は嫌のイヤホンですか。はい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 。そんなに時差ないやろ。はいはいはい。聞こえてたやろ。イヤホンの嫌は嫌の嫌ですか。はい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 。モスクワか。はい、俺今モスクワにおんのか、おい。先行後攻は森下じゃんけんにしようか。森下さ、はい、こうやって画面の下に手隠してさ、はい、もうグーかチョキかパーか両手やっといて、ほんで俺らがそれどっちか選ぶから、はい、あ、いいねいいね、あ、いいねいいねいいね、はい。そのなんでさ、これが揃わんことか。そんな画面見なくてもさ、自分の手やからある程度横ってわかる。なんでこんなことなの。こうやってさ、いやいやいや、こうやりゃいい話やんか。うん、いや、まっすぐ下ろしてるつもりなんですけど。まっすぐ下ろしてずれてる。お前ずれてんの。もうちょい、もうちょいね、パッと降りた時に見やすい方がいいから。はい。小指立ってるよ。どうですか。狐を表してる。やっちゃいます。狐を表してるわけで。やっぱりお前が狐なんか、はい、パッと。パッとですね。はい。何ずれてんの。いや、高さは合うやん。あ、練習いらんって。あ、いけました、はい。これは同じやつを出しとくっていうことですかね。永遠アイコンなんじゃない。なんで分かれへんの、はい、はい、決めました。俺は左手かな、森氏の。俺、右手いくわ。山内さん、こっちで。いくよ。ま、じゃあ、いくよ。はい、森下じゃんけん、じゃんけんぽい。よっしゃー、予想通り。ちょっと回して。嘘でしょ。あのさ、刺すわけやん。森下、顔をちゃんと映るようにして今話そう。顔ちゃんと映るようにしたんですよ。刺すわけやん、はい、刺す穴をこっちから指定するわけやん。ほんで回してって言ったら、その土台の樽の方に決まってない。これ回されてもさ、こっちの何から見て何が変わんの。
樽の方回してストップ、うん、このあたりストップ、はい、それのど真ん中の上、うーん、そこはさ黒ひげからしたら急所中の急所なわけよ。振り向けばやつがいるの時のとこやからな、それそこは逆に安全説、織田裕二が刺されたとこやからさ最終回の時ね、うん、ちょっと待って、なんか見にくいわ、はい、手で完全に横、あ、いいね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 、3、2、1、ちょっと待ってください。リモート関係ない。なんか力入れる位置間違えました。当たれ。このまま当たれ。もう刺して。3、2、1。はい。はい。セーフね。あの後ろのあれ、もう取ってくれへん。見にくいから。じゃあ奥さんがつけてるやつなんで、勝手に外せないですね。じゃあその黒ひげ危機一髪の木、緑の木の下の穴。危なそう。それ真正面も真正面、はい、いきます、頼む、3、2、1、おお、その今濱家が刺した横、森氏刺してみて、ちょっとだけ刺して感触教えて、あの一気に刺すなよ、あかんで、そんなあかんやろお前。この軽刺しできない帽子になってるんですよ、うん、ここがストッパー入ってて、山内みたいな濃すい小田抜きがおるから、うん、いっちゃおう、はい、3、大丈夫や、当たれ、1、おっしゃ、今そこ刺したとこにしてようかな、あ、ここで、もうそのままスッといっちゃおう、3、2、1、おーい、さっき俺が刺した横、うん、こっち側ですか、そっち、ちょっと覗いてみて、モリシー、あかんってそんな、ちょっとモリシーの、はい、メガネを返して、俺なんかちょっと見るから、メガネちょっと外して拡大できへんかな、そんな無理やろ、ちょうど間ちょうど鼻のとこになってるわ、あ、オッケーオッケーオッケー、見えへんやろ、どう、いや、なんか白いの見えんだよな、白いのは向こう側でしょ多分、もし向こう側ならモリシーが壁側に立ったらその色消えるで、うんうん、モリシーほんならちょっと正面に立って、その黒ひげの、黒ひげと壁の間入ってみ、はい、消えたなあ、戻ったら壁か、向こう側や、じゃあ行こうか、はい、最初の直感大事に、ここで、はい、2、1、おお、なんかスッと刺してや黒ひげもなんか、うん、うん、みたいなリアクションになってるからすいません、おい、タン、すいません赤の左、こうですかね、それ、モリシーさ、その黒ひげの持って、その赤の左をカメラのとこまでグッと穴を見せてくれへん、うん、あ、いいね、うん、うわ、なんかでも向こう見えた方がいいのかもな、さっきので言えば赤の右下にします、向こうが見えてるので、ここそれにするわ、下行っちゃったよ、行きます、やば、あ、ちょっと待って、モリシー待って、待って、はい、赤の左にするわ、ごめん、こっちで、うん、そっちにする、で、行きます、3、2、1、あー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 、ほいな、最初行けてたのに最悪ということで、山内の勝利、最悪、アホや、森下の飛び出した時の瞬間のリアクションめっちゃ可愛かった、はい、浜谷くん、これ極激からマジで嫌やな、今から作って食べてください、ちょっとじゃあ準備します、はい、お願いします、いや、うわ、バリ濃いな、足の毛バリ濃かったな、あ、浜谷来た、うわ、バリ濃いわ、バリ濃くて草兄さんが戻ってきた、できました、もうちょい見せて、匂いとかはあ、匂いきついの、あ、そう、あ、すっごいわこれは多分いきますよ、はい、お願いします、いただきます、うわはい、あ、むちゃくちゃむせてるでも俺いけるかも、あ、いけた、あかん、その辛いのに強いアピールいらんから今、極激辛って書いてあんねんから、ちょっといいですか、はい、
あれ？なんかそれでええの、無理すんな。これあかん。初代貞子の登場シーンみたいな顔してて、タンス開けて貞子出てきて、いやいらんいらん。いらん。あ、ちょっと待って、ほんまにあかん。ちょっと待って、ちょっと待って、牛乳飲んでくる。ちょっと待って、ほんまにあかん。ちょっとな。チャンネル登録お願いします。あ、帰ってきた。もう終わっていい、ほんまに。はい、ありがとうございました。退出していい。